こんにちは、ゆうです。パズドラのお時間です。ムカキンサバカ、今日もやっていきたいと、ムカキンサバカ、芝居のある今日もやっていきたいと思います。昨日ね、深夜、ど深夜、ほんま3時ぐらいまでやってましたね。ランカゲー雑談配信、ご参加くださった皆さん、ありがとうございました。3時ね、そんな時間までお付き合いくださってありがたい限りですわ。はい、それじゃあ今日もね、あるところに挑戦していきたいと思います。はい、未知の申請の千住ですね。千住チャレンジは終わってるんですけど、クリアしなかったんですよ。もう一回やって、もうこれ無理やと思って、もうこのアカウント挑戦しなかったんですけど、ね、ちょっと挑戦していきたいと思います。超重力とかね、超重力、冬とか導入されてから一切挑んなかったんで、ちょっとね、頑張ってみたいと思います。それではパーティー紹介どうぞ。はい、こちらでございますね。レベル15に挑んだパーティーをメインデフォー、まあ、チョッパーだけ違うんだけですけどね、まあ、アシストものも入れ替えてます。それではご紹介しましょう。はい、リーダーのシーウルフ&デイトナに、スキルチェーン2つ、リザチェーン体制、回収の武器でございます。で、こちらがチャコルですね。チャコルに超覚醒、完全暗闇、スキルチェーン4つ、 HP の最上位のやつが1つと、あとはドフラミンゴ武器ですね。で、チョッパーに超覚醒10コム強化、毒目覚め体制、スキルチェーン2つに、新生レコード、これは何だっけ、ラスメンバーのミルちゃんの武器ですね。はい。で、こちらがウィングガンダムゼロですね。はい。超覚醒、浮遊に、体力キラー、上限解放。で、ダブルゼータガンダムの武器をつけております。まあ、体力キラーつけてるのは、ボスが単純に、ちょっと調べたら体力タイプついたからです。はい、それだけです。で、こちらがドーナーですね。ドーナーの時にちょっと、ゲップでそうなった。はい。ドーナーに、超覚醒、LG、スキルチェーン2つ。で、ドラゴンキラーなんで、ドラゴンキラーが出てこうへんねん。ドラゴンキラー3つに、これは、なんだっけ、マグニート武器です。はい。で、こちらがフレンドさんのドーナじゃない、ウルトナ。ウルトナって呼んだ方が分かりやすいんですよね、皆さん。はい。ウルトナに、スキルチェーン4つね、神キラー2つ、ショーデル武器です。はい。あっかん、全然名前出てこうへんもん、今日。で、バッチはね、チーム HP 強化。HP バツでございます。はい、はい、それでは未知の申請、超重力のコン、戦術チャレンジ、ただいま挑戦してまいりたいと思います。いや、何万円出てこなさなさに笑ってもうた、ほんま。OKOKOK、 よいしょ。あ、こんな感じだった。バオーン、くんくん、はいはい。で、ドーナツ買おうか。ドーナツ買って、はい。で、無効管がね、敵がいるんで、はい。で、シールフ&デイトナー変身させて、ウルトナって呼んだ方がいいですよね。さっき自分で言ってたかな。で、これで、ウラミング武器通行って、で、これね、ミルの武器が、サンターヘイストなんで、しかも雲耐性を付与してくれるんで、このタイミングで通行って、もうしょっぱなからね、全力全身だーですね。多分ね、チャレンジダンジョンのレベル15がいかれてただけで、おそらくですよ。おそらくこれでもう十分 HP は足りてるんじゃないかといったアシストでございますね。はい。はい。はい。よいしょ。上限解放しとるやん、やっぱウィングゼロ。え ?80 倍の重力でしょこれ。何だったっけ、あれ、レベル15、200倍の重力でしたよね。悟空がナメック星に行くまでに100倍の重力で修行して、で、ベジータがその悟空に追いつくために、あれでしょ、何倍やったっけ ?300 倍の重力、重力室を作ってくれって。ブリーフ博士に言ってあって、それの、あれでしょ、言うたら3分の2とかって、もう結構言わちないよ。もうドラゴンボールの世界の重力やねそれってのは、ほんま。はいはい、行ってまいりましょう。そんなくだらんこと言ってんと。ね、もうパズルに集中せえって言われそうなんで。ただでさえね、下手くそなんでね、そこはね、わきまえていかないと。まあまあまあ、文武両道ですね。はい。
ごめんなさい、敵の何してきたかあんま見てへんかった。ああ、そう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 。全滅。全滅？防御体制。ワンチャンいけたりせえへんかな、このまま。火。ワンチャンいけたりせえへんかな。ちょっと一旦ね、全然ダブルゼータガンダムを出し惜しみしてるわけではないんですけど、いやー、行ってみましょうか。やり直したら、その制限時間とかないんでね、別に。ただ僕、動画の尺が長くなるだけなんで、そこら辺はあまりお気になさらず。いや、お気になさら、なさりますよね。え？もう誰一人にダメージ通ってないねんけど、今。それは、ちょっと予定と違うな。まあ、ほんま尺が長くなりそうなんで、さっさと使っちゃいます。はい。ダブルゼータ。で、これダブル吸収無効と、無効感使えるんで。はいはい。はい。はいはいはい。はいはいはい。ちょっと待って、もう無理。水全体攻撃。水降ってこい。いいよいしょ。もう初めから使っといたかったね。よしよし。いいことしてあげるわ。期待しちゃいますね、そんなこと言われたら。ああ、そんなか。何をいいことしてくれるかはまだ言ってくれへんと。よいしょ。もうね、僕ね、この前にちょっと、いろいろすることがあって、めちゃめちゃ喋ってたんですよ。だもう、初っ端から、喉枯れてると声かけてるんですけど、もう、力の限り声出していくんで。いや、でも普通に家やから。そんな声出せないんですけど。おいちょ。うふふ。うふふふふか。あなたの全力を見たいわ。おーし。あなたに超えられるかしら。15コンボ ?15 コンボはちょっとやりすぎちゃうかな。いくら、綺麗なお姉さんの、ちょっとどうなのコンボ加算使ってきますね。あ、なんか指伸びてるんやね、今初めて気づいた。はい。はいはい。あ、ちょっと待って、ずれてる。もうこれ限界ですね。はい。あ、嘘、限界じゃなかった。よかった、使わんでもいけてたか。まあ、吸ってあげる？呪ってあげる？ね、なんか、木の、眼性疲労ひどすぎて、目があんまり見えてないんですよ。視力ただでさえ悪いのに。そんなに悪くないかな。どうなんやろ。ただね、その僕、免許は、メガネかコンタクトしないと、もう運転しちゃいけませんよって言われてますね。と書いてありますね、免許証に。はいはいはい。いやー、冬、さ、一ターンのチャンスだぜ。剥がす。剥がしてもうたらあかんやろ、そりゃ。さあ。いや、ちょっとほんまマイナスドロップ僕見えへんのよね。なんなんやろ。なんでこんな見えへんのやろ、僕。あ、これ火通らないでしょ、多分。やばいな。あ、いった。よかった。よかったよかった。大地の実り。読めへんかった。あ、そうか、雲が外れる前やったから。このターンからもう属性吸収、ダブル吸収、解禁ですよね。そうっすね。はいはい。雲、うっとしいな、ほんま。うっとしいな、ほんま。へいへいへい、へいへい。へいへいへい。へい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 。へいはいはい。いや。めちゃめちゃ盛大に繋がってたな、今。イエス！よし。緊張してた。
この方は消せないか、また意を消せんくしたあかんやろ、ほんまもう。3ターンか、あ、3ターン待ってくれってことは、じゃあ消せない解除しといてちょっとため直した方がいいっすね、これ。はい、おしよし。あ、何の盛大な音かと思ったら HP が戻っただけか。はい、これで神ドラゴンやから、こっちで行ってショーテル武器つけてる方行って、はいはい、マイナスドロップ怖えな。いやー、ちょっとほんま雲も邪魔やし、マイナスドロップも見えへんし、もうよいしょ、オッケー。あれ、チャコル剥がれとる。やめてよし。あー、そう、一応僕ね、ゴールド免許なんですよ。はい、こう18で取って18で免許取って、そっからしばらくペーパーで、で社会人になって車通勤しだしたんで、そっから無事故無違反か、そうですね。僕その結構そのほんまね、そのバイクをね乗ってみたいなって、大学生ってめちゃめちゃバイク乗ってる人多いんですよ。僕もそのバイク乗りてえなーとか思った時あるんですけど、満場一致で、いや、お前はほんまどんくさいから、もうバイクにだけは乗るなと周りがみんなから言われて、もうせめてもう乗るならもう車にしろと言われましたね。ほんまそんぐらいね、もうどんくさいですよ、僕。ようこけるしね、これ無効缶やろ、無効缶どうな、もう一旦忘れた、もう。どんくさいんですけど、運動神経はいいっていうね、なんか矛盾してるんですよ、僕。あね、僕、通勤途中の、通勤途中に、あ、信号が変わる、走って、急いで渡らなと思って、走って、足ぐきって言って、で、なんかもうだんだんパンパンに生えてきて、あ、レントゲン撮ったら、あ、これはね、ちょっともう人体損傷してますねって言われた時もあるぐらいどんくさいんですよね。まあ、それはスポーツやめてからやから、まあ、しゃあないんですけど、しゃあなくもないけど、全然。オッケー。あ、そうなんです。光吸収。あんま頑張ったらあかん、これ。光吸収やから、でも向こう側、あ、そうか。ドーナの吸収が続いてたから、あれなんだっけか。はいはい。いや、ちょっと待って。こうか。そうなんですよね、そう。運動神経はいいんですけど、どんくさいという、なんかわからんっていうね。そういう謎の存在なんですよね。はいはい。よい。で、目がね、悪くて、僕、バレー部やったんですけど、バレーボール部、ボールの方、踊る方じゃなくて、バレー部やったんですけど、ほんまに目悪くて困ったんが、結構ね、割と、全国大会とかまで行く、全国大会ぐらいまで行くと、あれか、でっかい会場になるとか、まあ、スコアボードがね、だいぶね、遠いとこに、あるんですよ。それが、今何点か見えないんですよね、僕。
今何点か見えないんですよ。でポジションがね、そのなんて言ったんやろな、配球で言うとその日向翔陽くんだったり月島くんだったり、あとはそのね、そういうポジションだったんですよ。まあ、リアルマイナステンポで打ってたんですよ。僕の高校がその変人速攻が伝統としてあるその学校やったんで、それがその高校の武器みたいなとこにいたんですよ。水系取ったらよかったよかったよかった。で、やってたんですけど、なんとなくでも点数を把握して、もう全く見えへんけど、スコアボードは見えへんけど、だからね、その、リベロってつくんですよね、大概そこのポジションの人は。後ろに回ったら、代わりにレシーブの人、まあ、西野谷くんですね、その、ごめんなさいね、配球わからんかった人に言ったら。からして全然わけわかんないと思うんですけど、あの人の時に今何点か確認するっていうね、ほんまね、もうふざけてる感じだったんですよとか、試合中に、まあ、コートでどうしても「やめやってんの、え何してくんの、クレームさんのやめてよ、もうサンクチュアリ」それでね、その、先輩に試合中とか、すいません、今何点っすかみたいな、とか聞いたり、ほんま多分、こいつなんでコンタクトせんねやろとかね、思われてたんでしょうね、多分。いや、見えへんって、攻撃色が。よいしょ。こんなくだらんこと話してる間に。ボスまで来ちゃった。なんかサクサク来たな。コンボ現象。いや、6コンボ吸収はしたらあかんやろ、さすがに。6コンボ吸収なんやろ。はいはい。いや、見えるとこで決める。もう一切確認とかせえへんからね。ここがあれとか。どうせ覚えれへんから。罰ばっかり。もう一応。一体何コンボ減らされてるんかも分かってへん、もう。3! こんな感じだったっけ、もう覚えてへんのですわ。まったく。はい。はい。なんかもう水をなんでそう固めちゃったかな。もう一応、もう一応、おーしよし、10コンボいった。はい、ここ行動ターンは変わらんでよ。九州落ち込んだし、いや、もうそれはふざけとるな、もう。やってくれとるな、もうドーナさん導入しようか。はい。あと 4! あ、マジか。掴んでよかったんか。あと4か。ごめん。ドーナさんごめん。よし。よし、これで確実にね、決めさせていただきますよ、僕は。はいはい。もう一回怒られたことありますもん、その、お前もメガネがコンタクトせえって、試合中じゃないけど。え？あ、危ねえ。吸収忘れた。吸収忘れた。いやー、いいですね、いいですね。雑談に花が咲きますね。よし、チャコル打って、で、アルティメットバスターして、それで、はいはいはい。いや、こうか。こうで、はい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 。
一軒。おい、サムフラッシュインスタントブレイクダンス、さざざざ、読めん。チョッパー使おうか。俺が万能薬になるんだ。で、デイトナ使って、ウルトラマンね。怒られてたな、ウルトラマンとか言ったら。んで、無効感じゃないよね。はい、はい。はい。よしよし、ミスってる。いくら、昔のダンジョンやから、そこまで舐めたらあかんで。オッケー、いったでしょ。よーし。いやーもうなんか僕全然ダンジョン内容覚えてないし、あらんかかった。何がもらえんの？お、おー、まあそうか初クリアやもんな。いやこんなチェーンもらえるのはスパノイも、あ、上限解放もありがとうございます。はい、なんか喋ってる間にクリアしてしまったんですけど、すごいですね。レベル、3月のクエストレベル15を挑んでたら、どうやら僕は戦場を圧倒できるほどのキャラを手に入れたようです。じゃあ次回はね、ちょっとまんじゅういってみましょうか。はい。それでは、今回はこれでお開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録、高評価していただける方、お願いします。あと、動画のね、感想などいただけると嬉しいです。あと、概要欄に、活動一覧というのがあって、そこに僕の SNS 関連全部貼ってあるんで、そちらもぜひぜひチェックしてみてください。それでは、またね、これで、それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。